スマートハウスとは、1980年代にアメリカで提唱された住宅の概念で、家電や設備機器を情報化配線等で接続し、最適制御を行うことで、生活者のニーズに応じた、様々なサービスを提供し、日本においては、トロン電脳住宅が話題となった1990年代のホームオートメーションブーム、松下電気産業によるヒーハウスが話題となった。 情報家電ブームに続き2010年代にはアメリカのスマートグリッドの取り組みをきっかけとした地域や家庭内のエネルギーを最適制御する住宅として再注目されている一般には太陽電池や蓄電池エネルギー制御システムなどを装備したはじめエネ、省エネ、蓄エネ型住宅を指す技術的にはホームオートメーションを搭載した住宅といえるが 各年代における社会ニーズ、参入する企業のモチベーション、中核となる情報技術の変化などにより、様々な解釈がされている。また名称も1990年代のインテリジェントハウスやマルチメディア住宅、2000年代の IT 住宅、指キタス住宅などと変化しているが、基本的な概念は同じである。1980年代におけるスマートハウスは、 ナビーの実証プロジェクトとしてスタートしたが、当時の状況については、スミスラルフリーによるスマートハウスに詳しい記載がある。1990年代の解釈としては、21世紀に向けた最先端の住宅であり、住宅メーカー各社によるコンセプト住宅や商品開発が相次いだ。当時のサービスイメージとしては、外出先からプッシュ本により、 電気場やエアコンの操作を行うことができるテレコントロール、テレビ画面による家電機器のコントロール、ホームセキュリティ、ホームバンキングやホームショッピング、トイレで測定した尿検査や血圧データを活用した遠隔診断システム等である。2000年代にはそれらの取り組みが住宅から家電へ、電話回線からインターネットへとシフトする。想定されるサービスも ネット接続され最新の機能にアップデートできる電子レンジや洗濯機、携帯電話とウェブカメラを活用した留守宅や高齢者の見守りシステムなど家電のデジタル化やブロードバンド化を前提としたものへと変化している。2010年代における解釈としては HEMS と呼ばれる家庭のエネルギー管理システムで家電、太陽光発電、蓄電池、 電気自動車等を一元的に管理する住宅といえる。世界で環境問題に取り組む今日、エネルギー消費を抑える、スマートハウスは注目を浴びており、様々な企業が参入をしている。しかしながら規格が統一されておらず、しかも通常よりもコストが高いなどの問題があったが、こうした課題を解決するための関連省庁や民間団体における動きも活発化しており、 2012年2月24日に取りまとめ結果が公表されたスマートハウス標準化検討会では HEMS の標準インターフェースとしてエコネットコンソーシアムにて策定されたエコネットライトが推奨されている。1988年8月、当時の通産省、郵政省、建設省による支援を受け、住宅関連の団体、企業を中心に 住宅情報化推進協議会が設立された。設立主意書には、住宅の情報化は、エレクトロニクス、通信、住宅関連業界に加えて、エネルギー、放送損保、金融、各種工事等多岐にわたる業界が、一致団結し、協力して推進していかなければならない重要な課題、とされている。同協会では、普及啓蒙の一環として、 住宅情報化配線推奨企画を制定し、それを満たす住宅にアリスマークを交付してきた。同時に、それらを活用した住まい方提案なども言ってきたが、2009年をもって、その活動を終了している。2009年7月、経済産業省省務情報政策局、情報経済課より、スマートハウス実証プロジェクトが公募され、大手住宅、家電、通信、 エネルギー系、総研系企業らによる様々な実証が展開された委託事業であり、結果については詳細な報告書が公開されている。公募要領におけるプロジェクトの目的としては、家庭から排出される CO2 を半減するため、住宅全体におけるエネルギーマネジメントを実現する仕組みを実証することに加え、接続された機器から得られる 利用情報等を活用した新たなサービス創出の可能性を検証するとされている。並行して次世代電子商取引推進協議会にて公開されている。2010年度からその活動はスマートハウス情報活用基盤フォーラム作りをすれば家を取り巻く情報を活用して多様で創造的な新しいビジネスが生まれるかについて議論された。2年間の活動成果の用紙は 同ホームページにて公開されている。実証実験住宅に、環境港未来地区にて2013年10月撮影2010年の APEC 開催に合わせて、横浜、港未来地区の一角には、総務省主体で、積水ハウスなどが開発した、スマートネットワークプロジェクトの実証実験住宅に、環境が設置された。APEC 閉幕後も、日産自動車のリーフなどと連携して、 実証実験を継続し、事前申し込みにより、無料で内覧も可能であったが、同地区における暫定施設としての役目を終え、2014年2月に閉館している。なお閉館後の建物については、積水ハウス、関東工場のエコファーストパーク内に移設され、2015年5月より、木の家として公開されている。2011年5月には、 神奈川県藤沢市辻堂元町のパナソニック関連工場跡地における再開発計画で太陽光発電や家庭用蓄電池、家電総合管理システムを大規模に配備するなど町全体をスマート化する試みである藤沢サスティナブルスマートタウン構想が発表された。今回の計画ではパナソニックや藤沢市が中心となりパナホーム、オリックス、日本設計、 三井不動産などが参加を表明している。2014年4月に町開きを迎えており、2018年度の全世帯入居、完成を目指している。また、2011年には、トヨタホームもスマートハウス市場への参入を表明、同年11月より販売を開始している。スマートホーム IoT を軸にし、利便性、快適、 安全を追求した住宅システムを指すことが多く、スマートハウスは、はじめエネ、断熱、HEMS を軸に、省エネ、節約を追求した住宅そのものを指すことが多い。ありがとうございます。